となんかね、見たことないんですよね、公演を。自分たちがやってる公演の動画を見たことないんですよ、実は。私なんかちょこちょこ踊ってるのとか、あの DMM さんじゃなくて先生とかが iPhone で撮ってくださってるやつとかは送ってきてくださって、そういうのを見るので、そういう DMM とかのやつをちゃんと見たことはないんですよね。ずっと定点からのやつしか見たことないので、だから楽しみ。うん、東京のしょうごさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。だからね、なんかちょっとちょっと緊張というか、どんな感じなんだろうって思います。うん、誕生日磯野かつおちゃんさん、おめでとう。誕生日めでたきめでたき。細かいところ覚えてる？いや、なんかまず瀬取りをあんま覚えてない。陸上公園で、なんかどういうのをやってたとか覚えてるけど、なんか全部の流れとかあんま覚えてないですよ。暗闇ブロックやってユニットやってで STU 参上とかやってで、なんだっけって感じ。そう。ねえ、楽しかった。でも楽しかったって思い出がすごくあります。だから見るの楽しみ。盛り上がりがすごかった。そうなんですよ。うん、ありがたい。え、でもなんかそのどの公演を見ますかって聞かれた時に生誕祭にしようと思って、軽い気持ちというか普通に生誕祭選んだんですけど、なんか考えてみたら、あのお手紙とか読んでるの見るの見ますよね、そりゃ絶叫だから。なんか緊張するな。全く迷わなかった？いや、でもなんか陸上公園が見たいなと思って、まずなんかゴゴリバーとか僕恋とかもあったけど、なんかエモい気持ちになりたかったので陸上公園がいいなと思って、陸上公園とか出張公園とかで、私の中で今もなお一番の盛り上がりだったって思えるのが自分の生誕祭だったからありがたい。だから見たいなと思いました。またそ
生誕祭当たったんだけど自分の送別会で行けずに泣いた確かにそれはね、確かに送別される人もがね、送別会にいなかったらいけないですもんね。夏クールの時のアンコール好きだった。ああそう、夏はねアンコールブロックが夏曲だったんですよね。懐かしい、めっちゃ。あのね、ごめんねサマーとかナギーチとか真夏のサンドグッドとか、そう、夏のフリーアンドイージーとか、うん、いろいろ夏曲をねやってましたね。ねえ夏曲良かったですね、あれ。それもいいですね、実況。もしまたいつかやる機会があったら、なかなか回ってこないかもだけど、もしまたやるってなったら次はそれみたいな。サイリウム振りながら見るの、うん、確かにありますよ、サイリウムペンライト。お腹鳴ったお腹鳴った。え、生誕祭のやつのアンコールは何やってるっけ。うん、コール何やってますっけ。あ、マイシカとかか。うん、マイシカとセンチメンタルトレインとか、あ、ラブトリップとか、うーん、あのブロックの時期か。でセンチメンタルトレイン好きなんですよね、なんかダンスとか、ダンスすごい好き。なんかでも、もう踊れないかも。もうずっと、もう何ヶ月も踊ってない。何年かな、年はまだ行ってない。いや、もう年も行くか。もう何年も、1年ぐらいセンチメンタルトレインは踊ってないですね。難しい。うん。コンサートで瀬戸りが固定されがちだから、またいろんな歌を歌ってほしいんご。ご本当にそう思います。なんかね、ちょっと固定されがちですよね。めっちゃ初期の瀬戸りと最近の瀬戸りでもちょっとしか変わってるとこないとか感じる時あるもん、たまに。
でもなんかもったいない気がする。なんか踊れる曲とかやっとなんか新しい曲ができなかったとしても、踊れる曲とかやったことある曲とかあるからね。でもそれそのみんなの声を何みんなメンバーとかも思ってるから、それを活かせたのが東京のあれだったんですよ。東京のツアーは青春フィロソフィーできたり、あの誰愛も入れれたり、ファーストラビットとかも入れたり、なんか自分たちで結構ちょこちょこ変えてもらって、できる範囲でなんか時間とかもあるから、そうそう舞浜です、それが。うん、だからね、これからはもっとね瀬戸井とかも変えていきたいですよね。青春フィロソフィーめっちゃ久しぶりにやったんですよ、その舞浜の時。そう、めっちゃ嬉しかった、できたの。あとリフレインもね舞浜で入れれたんですよ。そう、そう、あと何があるだろうね、なんかみんなが踊れるやつとか、前やったやつでやってないやつとか。でもセンチメンタルトレインとかねやりたいな。ドントルックバックとか、あ、そうね、そばかすとか。そうなったらもう「おきどき」とか、うん、大人列車とか1回しかやってない、その件ですか。でも「おきどき」はもう本当に踊れない。ちょっとあれは短期集中型だったから、うん、うん、ティーチャーティーチャー、あーティーチャーティーチャー多分みんな踊れますね。ティーチャー噛んだ。ティーチャーティーチャーは1回ぐらいしかやってないけど、すごいなんかずっと覚えてる感じがする。リバーとかもやりたいな。逆にこれからやってみたい曲ある？え、いっぱいあるよ。いっぱいある。でもなんかやりたいって思ってた、もうやりたい度が高い曲はほとんど地方コンで
そうできたんですよ。でもまだまだ1回じゃ物足りないので、全く何回もやりたい。そう、ちおこのせとりはめっちゃよかったね。本当に良かった。最高でしたね。ユニットでしてみたいのある。うん、マリアとかやってみたい。クロスとか、ね、なんかそういう系のユニットやったことない気がする。そう、そっち系のがやりたい。アバードとかもやりたい。やりたい。ブルーローズも見たいね。ブルーローズは本当にソロコンに入れようかすごい悩んだんですよね。パジャドラしてほしい。あ、パジャドラやってた。チャートリの一番最初。もう踊れないかも。でも、そう、パジャドラなんか難しかったですね。チャートリー見たことないから見たいよ。うん、一応もやりたい。チャートリー早く。ソロコンの純情主義ハマってた。そう、ソロコン純情主義やって。でも純情主義ソロコンのやつは振り付けがオリジナルなやつじゃなくて、先生がソロコン用に作ってくださったやつだったから。そう、純情主義。うん、普通のオリジナルのダンスでもやってみたいな。チャートリー見たことないから本当に実在するのか疑ってる。実在しますよ。早く公演が再開してほしいぜ。再開してほしすぎる。そう、やりたい曲いっぱいある。なんか上げ出したらキリがないって感じ。もう全部やりたい。ま
た東京でもチャートにしてほしいな。え、本当にそう。またやりたい、東京とかなんかもういろんな場所でやりたい。そう、羽田空港でやりました、一回スタジオと。楽しかった。それまではめちゃくちゃ身近にトリップしてた。確かにいろんな愛媛県とかいろんな県で、岡山県とか瀬戸内の方でもいっぱいやらせていただいて、もっとやりたいな。うん、島根も行きましたね。北海道までトリップしてくれんかな。え、あー、トリップしたい。今にやけた。北海道トリップしたい。すごい、場所を聞いただけでにやけさせることのできる北海道って強い。でもなんかチャーミングトリップっていうユニットだし、女子旅がテーマだから、なんかその場所に行って、なんかその場所を何トリップして、その場所をしっかり楽しんでっていうのもね、トリップじゃないですか。だからその場所で講演して、でちゃんと観光もしてしたいな。じゃあ皆さんがもう活動再開できるってなって STU にしてほしいことは何ですか？してほしいことというか、なんかめっちゃ今日はなくなる、お腹空いてないのに。そう、なんか公園とか握手会とかじゃなくてじゃないんかいって感じなんですけど、なんかこういうイベントがしてほしいみたいな。なんかさ、一回浴衣で船で花火大会みたいなのあったじゃないですか。そういう感じのイベントみたいな、どんなのがやりたいとかありますか？ちょ、メモしてみよう。ワクワクしますね、こういうの。何があるでしょうか。あ、バスツアー、いいね。
チオはねグリーンアリーナでね STU でやりたいです。流しそうめん七夕祭りぶとう狩り、なんかそういうさ季節感あるさその時期しかできないやつとかいいですよね。STUで今後やりたいこと何があるだろうな。メモるとは何だったのか確かに2個しかメモってない。やりたいこと思いついた。夢力のミュージックビデオを作りたい。これめっちゃ思ったんですよね。なんか今日なんか YouTube でいろんなミュージックビデオ見てて、でなんかやっぱりミュージックビデオってね、なんか夢力からめっちゃいい曲ってSTU をあんまり知らない方が思ってくださった時に、なんかミュージックビデオあると思って探したら、探すじゃないですか。でもね、ないもんね、あんな名曲なのに。だから夢力の MV 欲しいな。あとは何があるだろうな。確かにね、アルバムね出したいですよね、いつか。アルバム、
うん、夢が膨らむぜ。早く早く再開しますように、毎日願ってる。メモを置いたちゃうんで、もう置きました。ちょっと再開一発目は何になるんだろう。確かに何になるんでしょうね。時期にもよるだろうけど、私3周年コンサートしたいな。3周年コンサートお祝いしたい。何があるだろう、何から始まるんだろうね。本当に言いたいことばっかり。48時間耐久さ握手会受ける。本当ですね。でも本当に握手会とかどうなるんだろうね。どういうふうにやるんだろう。確かにサステナブルのもあるもんね。あるっけ、あるか、あるねか。あと失恋ありがとうの握手会とホースのちょっと笑っちゃうぐらい。これどうやるんだろうね本当に。どんな、どうやるんだろう。すごい溜まりに溜まってますよね。もうびっくりしちゃうぐらい。もう全部合同とかにするのかな。なんかフォースのやつでもサステナブルのでも失恋ありがとうのでも剣を持っていらっしゃる方はこの日に来たら握手できるみたいな。どうなるんでしょうね。とかさ、公演終わりとかお見送りやった後に普通になんか握手会1時間ぐらいやったらね、ちょっとずつ、だってたくさんいっぱいのね日程のがあるから。公演後とか良くないですか。公演後に話したいもん。今日の公演こうだったねみたいな。うん、
か公演前とかでもね、公演後だったら遅くなっちゃうか。やりたい。 AKB さんの方のだったら難しいのかもだけど、 STU のシングルだったらワンチャンできそうですよね。反省会握手会で公演のいやね、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。そうしてほしいな。これが小さいって怒られそう。あ、私みんなの反省会じゃんそれ私が怒る側なの、反省させる側おもろい、うん、でも楽しみ、毎日握手会とかさ、握手会、握手券何枚でこのイベントに参加できるみたいな、メンバーとリアル七並べできる、このシングルの握手券何枚お持ちの方からメンバーとリアル室内部できるみたいな、めっちゃよくない？なんかありえますねリアル室内部したい。とか料理とか、メモしとこう、このメモがどこに行くのかわかんないですけど、私はすぐ忘れるので、やりたいやりたい。ボーリング大会、そういうのもやりたい。またフェスすればいいんじゃない？やりたい、めっちゃやりたい、やりたい。課外活動のフェスとかもやりたい。
ちょうちゃんボーリングするん？ボーリング得意な？うん、全く1回しかやったことないです、ボーリング人生で1回しかやったことない。だからボーリングの要領とかもよく分かんないです。加入前、あれ加入前だっけ、あ、加入前かな、夏にしました夏にしました。いや加入前だ多分。いや加入後だ。加入後かも。まあどっちでもいい、確かにどっちでもいいですね。スコアは、スコアとか覚えてない、覚えてないですね。似顔絵会、うん、なんか似顔絵会みたいなのは一回やりましたね。似顔絵会というか、あれよ、当たった方、なんか応募してくださって当たった方の似顔絵描くみたいな。え、なんていう名前だっけ、スペシャルイベント、なんだっけ、そう、船で会った、あれ楽しかったね。そういうのもやりたいですね。ベイベー多分それそう、あ、特典会だ、特典会特典会ですね。うん、いや特典会じゃない、まあ何でもいいか、うん、確か千穂ちゃんとこ2人くらい来れなかったんだっけ。そう、なんか一人のメンバーにつき5人か4人ぐらい、5人かなぐらいのファンの方が当たって、その方が来てくださって、その方も似顔絵を描くんですけど、私のファンの方で当たった方2名ぐらい来られない方がいらっしゃって、そうだから終わってからはスタッフさんの絵を描きました。そう、スタッフさんの絵描いたり、なんかファンの方と話してた。そう。
そう。いろいろできる日が楽しみですね。画力は自分で上がってると思う。うん、なんかそういうお絵かきみたいな時、似顔絵みたいな時はすごい真剣に描くんですよ私。いつもはなんか点々ひょんみたいなそういうなんか5秒ぐらいで描けるような絵を描くんですけど、でもそういうガチの似顔絵みたいな、この前描いたじゃないですか、ふーちゃんとかこうこちゃんとかのガチで似せる寄せる絵を描いたんですけど、ああいう感じで、そう、ちゃーちゃんの描くやつ好き、本当に？イエーイ、イエイ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 、君が笑えば僕も笑うから、イエイイエイ、めぐりめぐりまた違う誰かのとこまで、ふう、遠く離れた場所にいる時も、モバメの謎の絵が好きすぎる。あ、最近送ってないですね、絵の写真とか。送ろ、前髪、そう、裸ダンス流行ったよね、めっちゃ流行った、懐かしいです。前髪不調なの？いや、なんかいい感じなんですけど、いつもとね分け目がちょっと違うんですよ、多分これがいつもこっちなんですけど、ここ 2,3 日これがこっちにね来てるんですけど、それがいいのか悪いのか、でもなんかいい感じ、でもこっちに連れて、本当にこっちに連れて行くんだったら長さ揃えたいって感じ。あれ、なんか変なくなった。まあいいわ。うん。変なくなった。なんで？はい。あ、いい感じ。これは私のお腹の音じゃないですよ。今日はなんかお腹の音が良くなってますけど今のは加湿器、たまになる。
トゥルトゥルさせよう。懐かしさを僕は感じていた。あれ、トゥルトゥルさせるだけのリップがどっか行った。うん、目が見えんけん本当に見えないんですよね。まあいっか。見失う花がある。今日はなんかいっぱい歌歌ってる。落としたもの拾ってるか。拾いましたよ。昨日落とした櫛とアイラインもさっき配信始まる前に拾いました。櫛はね、この櫛は必要不可欠なので。でもアイラインはもうなくなっちゃいました。やばい、買いに行かなきゃ。チョウが今買わなければならないものは、やっぱここだけ長いよね。やっぱり断髪式しようかな。でも本当にこっからの分け目にしようか悩むな。いや、やめとこう。でもここまでのね、ちょっと多い分け目好きなんですよね。めっちゃ悩む。いつも急展開でも前髪切るときはいつもこんな感じですね。いつも本当にこんな感じで切るから私にとって普通です。切ろう。切るって言っても本当に、あとで拾おう。あ、またアイラインが落ちてる。なくなった。もうなくなった。アイラインが本当にここをほんのちょっと切るだけで。終わり。あ、こっちのがいいですね。ね、ちょっとだけでしょ。ね、でもなんか違いますよね。よきよき。さらったね。前髪切りすぎるとへこむ。私前髪切りすぎた記憶があるわ
全然あったでもなんかここの前髪は切りすぎたことなくて、一回ここが短くなっちゃったことはあるけど、だからそう、かん、なんかこう切りすぎちゃった時は本当にすっごいへこんだけど、ここら辺を切りすぎちゃったことがないからへこんでる時はメール開業されてない説、確かにその説はあるかもしれない。なんかもうダダダダダダダってメール送る思ったこと、わかりやすいよね確かに、わかりやすい女だからそれと真面目なメールの時はね、確かになんか真面目なメールとかなんかすごい前髪なんか絶望を迎えてる時絶望を迎えてる時というか、あの前髪切りすぎちゃった時とか、そうジャーンって気持ちになってる時とかあ、そう虫絡みの時とかそういう絶望の時はそう開業あんましないかも。握手会で前髪の話禁止にしてたね。そう、その前髪をすごいここら辺を切られすぎちゃった時はもうガチめの握手会で前髪の話禁止にしてました禁止というかメールでちょっと本当にこれは前髪には触れてほしくないですって言いました多分なんか皆さん的にはそんな皮そこまでなんかここら辺がめっちゃ短いと印象変わると思うけど、ここが短いのとそこまで今考えたらそこまで印象変わんないと思うんですけど、でも自分的にはすごい大きな違いだったから、そう触れられなかった、うん覚えてる限りでは優しい方々そう。ということで、じゃあそろそろお礼をしたいと思います。と、20位ともさん、19位こまださん、18位なおいえさん、17位オランヤランドさん、16位ジムジムさん、15位ミックさん、14位リエさん、13位深夜さん、12位北江さん、11位ゆうじろうまるさん、10位おかちゃんさん、9位こうさん、8位いぎーたさん、7位おいでます元気さん、ラッキーセブン、6位パープルさん、5位しろのさん、4位アグネスさん、3位ポリゴンさん、3位ツー、電化街さん、ツー。そしてそして第1位は、第1位は、ヨッシーさん、イエーイ、イエイ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 ありがとうございます、感謝の極みです、イエイ、ありがとう。
ね、皆さんも今日見に来てくださった皆さんありがとうございました。11,246 名の方ありがとう、ありがとうございます。じゃあこの後は24時まで七並べをしていきたいと思いますので、皆さんぜひ対戦しましょう。4分間隔でやろうかな、この後は。だから11時8分からが一番最初で、24時まで4分間隔でやりたいと思います。おお。ということで、じゃあ数えます。3、2、1。